はい、どうもご視聴ありがとうございます。ヤバタニ園次回作で救出対象になりそうなヤバタニ娘ランキングということで、まだ全く情報の出ていないヤバタニ園4、4、4わかんないですけど、そちらの次回作に登場しそうなキャラをランキング形式で紹介していきたいと思います。まあ、次回作に登場しそうっていうのは完全に個人の独断と偏見になります。なのでぜひともこのキャラの方が出そうなんじゃないかというのがあれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。またこのヤバタニ園の次回作の舞台はヤバタニ園3より後の日付であることを想定して作っております。昔の話だと仮定するのであればランキングも大きく変わってくるかなと思います。そしてランキングに移る前にまずちょっと区分分けをしておきましょう。というのも血族組、田中エルナ、過去安住、ジャック・ブレア、この3人はおそらく別枠だと思うので、まずちょっとこちらの3人からですね。この3人は無印ヤバタニ園、滅ヤバタニ園両方に出ており、ヤバタニ園3ではジャック・ブレアはお休みでこちらのセリフだけ出ていました。次回作でもおそらく血族組のこの3人の中の2人、誰か1人がお休みで2人が登場するんじゃないかなと思います。8人しかいない枠に3人も出てしまうと他のヤバタニ娘が出れなくなってしまいますからね。どんどん枠が厳しくなっていきますね。ということで、今回お休みだと予想するのは過去あずみちゃん。ヤバタニ園3の終了時点でよりしろに戻っているシーンが描かれておりますので、次回作ではお休みの可能性が高いと思います。ということで田中エルナとジャック・ブレアが出るんじゃないかと予想した上で、残りの1から3枠の椅子を残ったヤバタニ娘たちで取り合うことになるかなと思います。ということでランキングの方に移りましょう。第14位はオミオ。ヤバタニ園3と登場した重要キャラであるというところには間違いがないんですが、今回救出対象になりそうなキャラランキングということでしたら、オミオは入ってくる可能性はほぼゼロなのではないかなと思います。というのも、まあ救出対象にオミオが普通に入ってた場合、絶対この子の救出の有無で分岐変わっちゃうなっていうところが予想できてしまうので、救出対象とするのはちょっと扱いづらいんじゃないかなと思い最下位としております。第13位は吾妻のり子。ヤバタニ園さんでかなりの掘り下げのあった女の子ですが、まあ十分ヤバタニ園さんの方で掘り下げられたということで、次回作ではお休みになる可能性が高いんじゃないかなと思います。まあこれでもし次回作も出ることになるんだとしたら、血族組レベル、いやそれ以上かもしれないぐらいの好待遇になりますね。第12位は三島葵。もうすでに死亡している可能性がめちゃくちゃ高いので、本当であればもう第14位でいいかなと思ってたんですけど、最新のイラストで頭がちらっと出てきてました。まさか生きてるんですかね。まあこれ後ろ姿だけなんで、多分ね三島ちゃんによく似たヘアスタイルの人がいただけかもしれませんね。もしくはまあこの髪型かっこいいなということで真似てる人、今のトレンドかもしれません。ヤバタニ世界でのトレンドのヘアスタイルかもしれません。第11位はエリン・モンゴメリー。昔の話をするのであれば登場する可能性がめちゃくちゃ高いと思うんですが、未来の話をするのであれば救出対象になってくる可能性は低いんじゃないでしょうか。物語の根幹に関わっているので、何度も滅ヤバタニ園のように囚われてしまうということも考えにくいですし、まあ、別に救出対象にしなくても十分活躍する子なので、救出対象として出てこない可能性が高いんじゃないかなと予想します。第10位は松本恵美。モンゴメリーの護衛ということで、まあ、セット扱いっていう感じかもしれませんが、こちらも全然生きてるのかわからないキャラですが、同じイラストでかき氷に並んでいることが分かりました。護衛の仕事も大変ですからね。正直舞台設定にもよるところかなと思うんですけど、松本自体が他のキャラとの絡みが全然ないっていうところもあって、再登場する姿が想像しづらいっていうのがありますね。第9位、続いてはエル・国枝姉妹のお姉ちゃんですね。再登場枠を姉妹2人で取ってしまうということはなかなか考えにくいので、国枝姉妹のどっちの方が出やすいだろうって考えると、最近のイラストを見る限り K 国枝がどんどんなんかキャラクターが濃くなっていってるんですよね。そう考えるとエル・国枝の方はお休みする可能性が非常に高いのではないかなと予想します。第8位は阿久津留美。現状最も掘り下げが少なく空気の薄いキャラとなっています。イラストでも全然出てきてないですよね。というところもあって、次回作でこのままいきなり出るということも考えにくいかなと思っています。ヤバタニ園の本編では別にそのキャラクターを掘り下げられることはあんまりないので、
前回登場して特に何もなかったキャラ次回も登場するというのはなかなか考えにくいかなと思いました。第7位アールソン、まあ、そもそも今生きてるのかどうかもよくわからないソン姉妹ですが、ヤバタニエンさんに再登場したキャラたちがオミオの復讐を受けるべきキャラクターたちだったので、その例に省かれていたソン姉妹が登場する可能性もあるかなと思います。国枝姉妹の時と同じように姉妹両方という可能性は低いので、どっちが出るかなと思った時に若干イラストで登場回数の多いシーソンの方が出そうかなと思って、アールソンが7位、そして第6位はシーソンとなります。この子は出るイラスト出るイラスト全部首吊ってますね。第4位、第5位、ここはもう2人で1つということで、矢上京子と宇都宮恵子。ヤバタニエンさんのバキルエンドで矢上ちゃんは死んじゃったじゃないかという話もあるかなと思うんですが、かの有名な吾妻先生が顔の皮だけ使って残りの体をそのままにしておくでしょうか。宇都宮に対して恨みを抱いた矢上の体が次回作登場するかもしれませんね。ただ救出対象じゃないのでそういう意味では最下位です。ただ一方で矢上京子の名を冠した宇都宮恵子、これは恨みを受ける対象になると思うので次回作で全然出てくる可能性も高いんじゃないでしょうか。そうなると矢上京子という名義はヤバタニエン、ヤバタニエン3、そしてヤバタニエン4作目ということでめちゃくちゃ登場することになりますね。第3位、第3位は金森。これちょっと個人的な願望も入ってるんですけど、金森 K16 という謎多き少女という設定でありながら、全然ヤバタニエンさんの中では素性が明らかにならないですし、イラストとかでも今のところは明らかになりません。その割にヤバタニ娘たちの中で割と馴染んでるっていう不思議さがありますね。基本的にイラストの流れとゲームの舞台ってつながってるので、このいつものメンバーにいるキャラたちは出てくる可能性が高いんじゃないかなと予想しています。それにこれまでのヤバタニエンの舞台ってグレースの家、ブレアの家、そして吾妻の家ということで誰かの家を転々としてきました。そんな中でヤバタニエンさんの金森ちゃんのこのセリフ、お家に帰りたいのということでお家に帰れるんじゃないでしょうか。第2位、第2位は K 国枝。もう吐きそう。これまでのいつものメンバーにはいないんですけど、最近イラストの方でめちゃくちゃ登場するし、キャラがどんどん立っていく国枝環奈ちゃん、お金のためなら何でもするというか、どうしてもお屋敷に戻りたくないっていう感じがしますね。新しい舞台でいいバイトが入ってたらすぐ飛びついちゃうんじゃないでしょうか。こういうキャラクターの個性が明らかになった状態での断末魔もめちゃくちゃ聞いてみたいですからね。 K 国枝は個人的な願望も含めて2位としております。そして第1位、ね、第1位はグランドレディ。田中追憶編で祖先のやった悪事が明らかになり、あのまま順風満帆にいってればレディ家の家はつまり田中家の家ということになると思います。ということでさっきの話のように次回作の舞台が誰かのお宅訪問と考えると、豪邸を持っているレディちゃんが出てくる可能性も高くなってくるかなと思います。それにヤバタニ娘たちのいつものメンバーに一緒にいることも多いですし、単純にレディちゃんの素性っていうところも掘り下げ要素がたくさんありそうですからね。ということで今回のランキングは以上となります。1位レディちゃん、2位 K 国枝、3位金森、4位宇都宮。個人的にはここら辺が出てくるんじゃないかなと思っていますね。またそれ以外にも名前だけ出ている柏木さん、現代の柏木さん、そして大西いるのか分かんないけど大西電池の人あたりももしかしたら出てくるかもしれません。ということでご視聴ありがとうございました。